おはようございます12月日日木曜日の朝です、えーとまあ私もあのまた今日も話を蒸し返すようですが鹿児島のお姉さんと東京にいる旦那の弟ですけど、まあ、嫌われてしまったっていうことの話の続きですけどもそれはそれでまあよしとして今年なんかちょっと数ヶ月前になんかあのいい文私にとってとってもいい文章を こうまあ、言葉を読んだのであのどんな人でも2割は嫌われるっていうことですね。で私もそんなに誰も私のことなんかそんなに見てないわけ,るわけじゃないからってこう結構そういう考えは何年か前から持っててたんですけどやっぱりこう兄弟に義理だけど兄弟にちょっと嫌われるっていうのはちょっとショックだったけどやっぱり2割には嫌われるんだからまあそれはそれで。 自分の道を歩いていけばいいんだと。それと、まあ、ついでにその時に書いてあった言葉で、心配事の九十六パーセントは起こらない。で、考えた結果。あの五秒も考えても、三十分考えても80。八十パーセントが同じ結果になるっていう。 ことを書いてあるのね。で、私もいろいろ考える癖があって、5秒か考えたって、1日考えたって、多分ほとんど考えの結論が変わらないわけだから、それは時間の無駄だと自分に言い聞かすことしてまして、だから、悩みは自分のこう過去に囚われてるっていうか、過去の経験から悩むっていうこともよく言われてますので、やっぱり悩むっていうことは、やっぱりある意味、悩んでる自分が、 に満足してるだけなのかもしれないですねなので今の自分を信じて突き進んでいけばいいっていうことを書いてあって本当にそうだなぁと思ってます。で,で他人軸自分軸っていうのがあって、まあ、自分軸っていうのがなかなか分かんなかったんですけどやっぱり別居して落ち着まあ落ち一人のなる人 一人で考える時間がまあ結構あったのでやっと最近自分軸っていうのがだいぶ腑に落ちてきましたねでああこれは他人軸なんだなっていう ことも分かるようになってきたし昨日ちょっとお嫁さんが孫2人連れてきて遊んで、まあ、夕飯も食べてたんですけど2人で話し込んでて、まあ、彼女も今ちょうどそんなことをちょうどいいチャンスでいろいろ悩みがあるので <laughs> 考えててあそれって他人塾なんじゃないっていう話を昨日もしててやっぱりつい他人塾になりやすい私もい,い,いたし。 やっぱり自分軸をだんだん持っていくとやっぱり強くなっていくし恐れるものはなくなってくるんだなっていうのを本当に最近になって実感しています。今日はそんなところです。寒くなってきたけど今日もいい一日を送ってください。また明日ね。